オグマチーズハロークレイジーアヨシリョウです。よろしくお願いします。はい、ということで今回なんですけれども、デラックススパイダーフォンを開封していきたいと思います。劇中でも頻繁に使われている携帯型のアイテムでございます。正面に書いてある通り2モード変形でスパイダーになる。あとはね、3種類ぐらい遊び方あるみたいですね。ナビゲートモード、セリフモード、占い遊び。でもやっぱりね、その携帯型のアイテムって耳に当てることも考慮しているので、若干音量が小さくなっているっていうのが、まあ仕方ないことなんですけどもね、しっかりお子様の耳のことを考えて苦肉の策で音量を小さくしてくれているってことなので、まあここはね、しょうがないことです。それでは開けていきましょう。中身を取り出すと、はい、な中蓋ですねそして中蓋も取るとこんな感じで、あ、説明書入ってるの？あれ、珍しい。あ、説明書じゃないね。注意表記一覧ですね。で、ようやく中身にありつけました。ほい、あ、めっちゃ収まりいいめちゃくちゃ収まりいい。劇中だとここのエンブレムがさ、ライダーごとのエンブレムになってて、変形はもう本当に簡単だと思います。こうやって足を広げて後ろに回転ということで、で、もともと電池、あ、やべ、顔、これやばいな、顔反転しないで携帯型にする、ちょっと恐ろしいですね。絶縁シート抜いて、あ、これ電源ないパターンかな。電源ないパターンですね。いいね、劇中のシステム音声が流れるのめちゃくちゃいい。あれ、これなんない？これ何これ？この音。あ、これ別に鳴ったわけじゃないんだ。自動的になんか経過で鳴るってこと？こんにちは。私はナビゲーターのつまりです。このデザイアグランプリのロゴを長押しでモード選択っぽいですね。これなんか定期的になってくるけど、これ大丈夫？これ電源オンオフとかないけど、ずっと鳴り続けるとかないよねようこそデザイアグランプリへ。おめでとうございます。今日からあなたは仮面ライダーです。うわ、このセル聞けんねや。おお、いいねこれ。楽しそうだから化けて出てきてやったぜ。俺は浮世絵師、仮面ライダーギーツだ。ダイヤカードに願い事をご記入ください。あ、いいね、劇中のセリフがそうやって聞けるんだ。もう初っ端からそういうアイテムが出てくるのありがたすぎる。あ、やっぱ乗ってくるんだけど。今日の運勢は大吉だ。たまに来るのかな。最初のミッションを発表します。なるほど、モードは2モードで、その占いは自動的にこう、あ、こうやって来るわけですよ。おしゃべってると。ありがとうございます。ということで、ちょっとベルトとも連動していきたいなと思います。おお、音鳴るんだ、スパイダーモード。全然説明書読んでないから、全然わからなかったけど、ちゃんと鳴りますね、スパイダーモード。本モード、スパイダーモードということで、じゃあこの状態にして遊んでいきたいと思います。ベルトに装填して、このボタンですね。なんかちゃんと必殺技っぽい音もなりますね、これ。特に音声に変化はなさそうですね。これ一つ分かったのが、スマホモードにしてる時に着信音が定期的になるんですけど、スパイダーモードにしてるとそれが一切鳴らないので、置いとく際はスパイダーモードにすることをおすすめします。はい、ということで今回もご視聴ありがとうございます。この動画がいいと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録お願いします。それではまたお会いしましょう。ハロークレイジー、お相手はアガシー
ようでした。ありがとうございます。バイバイ。最高じゃん、ララ。